競争水面はまるで鏡のようであります。12個レースの中で今がベストコンディションといえる中、12レースの記者選抜を迎えます。1号艇埼玉平石和夫、2号艇愛知久田武史、3号艇山口坂野康明、4号艇大阪向井達也、5号艇静岡山田裕太、6号艇群馬鹿島俊博、以上の6名です。絶大なる一番人気を集めた地元の平石和夫、昨日のメインカードは4着、今日の前半戦3着、軌道修正となりますが、優秀戦線では大きな意味を持つ一戦です。その平石の陰線、前半は陰から勝利を収めた久田武史、開催2日目連勝なるか。3コース稼働家が3号艇坂野康明、昨日は後半船券絡み、当地は優秀の実績あります。そして4コースの角市、4号艇の向井達也、4コースの角市、そして5コースには5号艇山田、 A1 キープへ勝負の期末となりそうです。サイアウト6コースが6号艇鹿島、枠なり3対3です。ほぼほぼ無風といえる清水面、進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました、若干ばらけました。3コースから坂野、4コースから向井、インから1号艇平石も十分なスタート。一周一マーク、自ら壁を作る平石が縦を完封しました。まくらせず、刺させずの、まさに代名詞であります。1号艇平石が陰線を押し切りました。2号艇久田、さらには5号艇山田が続いて、2号艇5号艇がラップしています。さらには3号艇坂野、そして4号艇向井、最高峰6号艇鹿島俊博の並び。一周二マークの旋回です。2番手は2号艇久田が回ります。1号艇の後席を下げながら回りましたが、懐が甘くなりました。引いて刺してきた5号艇山田裕太が一気に2番手に台頭です。1号2の並びになりまして、レーサー2周目です。完璧な陰逃げ披露しました。1号艇平石和夫が先頭、2番手は5号艇山田裕太、2号艇の久田が現在外から、その差は2点審査で追いかける展開です。2周の1マーク、1号艇5号艇とクリア、2号艇久田3番手、4号艇向井が続いています。5番手は3号艇坂野、6号艇鹿島の接戦。これから2周2マークの攻防へと移ります。これでシリーズ2勝目目前という動きであります。1号艇平石和夫、堂々と1番人気に応えます。2番手は若干バランスを崩しかけた山田でありますが、2番手はキープ。おっと、若干キャビッタか。2号艇久田、4号艇向井迫ろうとしましたが、それでもまだ2号艇の久田のリードは3点心あります。レーサー最終周回、先頭は平石、2番手に5号艇山田裕太、3番手に2号艇久田武史。最終周回第1ターンマークの旋回、先頭2番手3番手の3選手、順位に変動はありません。開いて刺そうとした4号艇向井でもまだ定間は縮まっておりません。3番手2号艇久田のリードは3停止あります。これから最終ターンマーク、これで4レース4戦2勝目となる1号艇平石和夫、最終ターンマークを先頭でクリア。5号艇山田、さらには2号艇久田が続いています。刺してくる4号艇向井、ここも刺しは入りません。1号蓋3連単 11.6倍、1番平石ゴールイン、5番山田ゴールイン、2番久田ゴールイン、4番向井ゴールイン、6番鹿島、3番坂野の順でゴールイン。